ルパン三世、魔術王の遺産。前回の追加のプレイしていきましょう。セーブポイントまでは来たのかね。なんかゴージャスなとこに出てきたね。ここは、あ、なんかある。54。あー、これでもう数字分かったね。とりあえず向こうまで行ってみようか。ここ警察いないんだな。これは？あ、スリープシリンダー。こっちは？なんかスリープシリンダーいっぱいあるけど。ボス戦かい？ボス戦の気配がするよ。よし、またある。どういうことだ。開かないのか。スリープシリンダーそんなにいっぱいあってもな。セーブエリア、チェックポイント。うん。とりあえず進んでいこう。よし、戻って戻って。ああ。とりあえず、ポリスマン。ほい。あ、開く？開くな。よし。静かに行くってどう行けばいいんだろう。とりあえずこれ、普通にまっすぐ進んでいけばいいかな。あ、歩けば大丈夫か？オッケーオッケー。前でもバレたよね、歩いて。あれ？ここじゃねえ。すいませんね。ちょっと通りますよ。あれ？ここじゃなかったっけ？すいませんね。失礼します。失礼します。じゃあちょっと、下に行かせていただきますんで。すいません。上に行こう。近くに警官、ああ、いるけどさ。ダメなのか、これ。え、これ眠らせるじゃん。それが手っ取り早いかな。あ、これだこれだ。何番だっけ。ちょっと待って、待って待って。いや、ほっとこう。アイテム。オブジェクト。546954。OK。これ押してみよう。押してみよう。6954。エンター。オッケー。これでどこが来るの？ん？この笑い方が好きなんだよね。音が怖いんだけど。こっち開いたかな？とりあえずちょっと見てみようか。お、開いてる。ちょっと歩いていこう。バレるかもしれないな。なんだ？どうも。どうも。なんだ？どうも。なんだ？なんだ？どうも。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 しつこいわ。どんだけ？なんだ？お前どんだけ？わかるだろ。一回通ったらわかるだろって。どうも、ルパンです。どうも。ええやろ。しつこいわ。なんだ。どんだけ言うねん。なんだじゃねえ。なんだ。さっせ。なんだ。もう。なんだ。もう。これは？警官のノート。車両の連結部で入手したノート。なんだ。ちょ、待った。もっとじゃない。アイテム。オブジェクト。番号忘れても列車警備ならこれくらい覚えてるよな。この列車は動力車を含め何両編成で2階建ての車両はいくつあって端末がロックされている扉はいくつある？覚えてねえ。覚えてねえ。ちょ、隠れよ。マップとかあるな。車両が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、10？ 両だからな。12？ 13？ 13 両？ 13 両で、2階が1、2、3、4、ん？ 2、3、4、5、13、5、あともう適当にバーってやれば、なんとかなんだろう。ちょっと待って。目線が、目線が、目線が全然。
合わないよ。なんだ。またもう。なんだ。なんだじゃないんだよマジで。すいませんね。なんだ。すいません。失礼します。これなんだって言われたらさ、振り向けばいいのか。歩く必要はないんだね。今やっと気づいた。おお。なんだ。すいません。取れた？ダミー人形、失敗した時に身代わりになるんだ。オッケー。閉めてトイレして。オッケー。で、ロックされたのが、4つ?4つあって、車両数が12345678910か。12、12345。1,2,3,4,5,6,6 か。1,2,6,4。1,2,6,4。それをパスワードにするのどうなんだろう。あらららららら。4じゃないのか ?5 か。1,2,3,4,5、5か。1,2,6,5 か。1,2,6,5。1,2が間違ってる場合もあるなぁ。まあでも、そうだな。引っ張るやつも1両目だもんな。でも6は合ってるよね。1,3,6,4。あらららら。あららら。1,2,3,4,5,6 じゃないのかこれ。2階じゃないのかこれ。1,2,5 か。1,2,5,4。おかしいなあ。あららら。どんだけここに、こんだけさ、わからねえさ、回答がいたらやだよね。1,2,5,5。あららら。ちょっと待って、ちょっと待って、数えさせて。お、開いた。もう13からそうだよね。引っ張るのもそうだよね。はいはい、そうです、そうです。もう。よし。これ、まっすぐ進める？あ、いける。ここは？ここなんだ？倉庫か。倉庫っぽいな。ちょっと、あ、なんか服ある。これは？これ取れないの？取れる取れる。観光しようとしていた人の私服。え、なに警官のってこと？警官の私服の話ですか？ロックされているようだ。じゃあさっき上行けるとこあったから上行こうか。こっちじゃない、こっちか。こっちか。ん？何？あららら？誰もいない。いいよの水さしちゃん、いいよの水さしちゃんへどこですかと。おら、とっちゃんの作戦ってこれか。その通り。引っかかったな、ルパン。いいよの水さしはとっくに別の場所に移してあるのだ。あら、ずっと箱の中に隠れてたの？ご苦労さん。ルパン、今日こそは逃がさんぞ。死んでも話すか。
もうすでに離れてるんだけどな。ほら、ほら、な、よし。え？これは入って何をしたいんだ？ん？どうすればいいんだ？警官いたよな、さっき。いなくなってるし。いなくなってるし。これなんだ？なんか色合いが全然違うぞ。ロックされてる。なんで？くそ、銭形だ。おい、鍵持ってねえか、鍵。とりあえずさ、装備を変えとこうか。エイクイップ。フライパンちょっと使いづらいわ。リキッドガン。で、オッケー、これでいこう。おー、やべ！みんなは？誰もいませんよ。とっさに殴っちゃったけど。気のせいか。うん、気のせい、気のせい。全然気のせいだから。どこ行った？ちょっと見づら。ん？何？くそー、見失ったか。ロックしてるって気づいてんのかな。いやいやいや、レパンを逃がすな。さすがにあの音したら気づいてよ。あ、やべ、出ちゃった。まあいっか、眠ってくれ。あ、やばい、フライパン、フライパンだ、フライパンだ、フライパンだ。ちょっとさすがに間抜けすぎないか、さっきのは。リキッド、あ、装備してなかったんだな。オッケー。ちょっと待って、取れねえ。ゼニガタのポケットから落ちたかね。これで多分出れるよね。フライパンでさ、フライパンで倒れちゃうんだ、ゼニガタ。なんかやだな、そういうの。ちょっと待って、こっちで、ここ開くんじゃない？鍵きっともう合わねえよなって書いてあるけど、ん？試してみればいいんじゃない？マスターキーかよ。連絡取ってここに来いって言えばいいのに。忘れるわけねえだろうよ。次元。ああ。お宝は。まだだ。とっつぁんが別の場所に隠しやがった。おいおい、計画通り連結機に次元爆弾仕掛けちまったぞ。特別車両の貨物室の中にないとすると、こういう時は持ち主に直接聞くのが一番。テレーゼちゃんに教えてもらうっと。それはどうだろう。テレーゼちゃんはどこにいるんだ。ん？制御してる端末だ。これ絶対あれでしょ、ロックされてるとこあと一個しかないのはそこのやつなんだけど、知らないからな。この銭形ってのはとっつぁんのことだよな。で、こいつで鍵がかかってるの。何か手がかりがねえか探してみっか。ちょっと待って。いや、ほっとこう。わかんないからね、番号。よし。ここは？なんもなし。誰だ？おい。気のせい。見えねえんだよ、これ。カメラワークがえらい悪いんだよ、このゲーム。来てる、来てる、来てる。なんだ？なんだ、なんだ。残念。なんだ。そんなんバンバンやっていくのもどうなんだろう。ん？線が書かれたメモ。個室車両の一室に置かれたメモ。これちょっと見てみようか。アイテム。オブジェクト。2本の車線が1組で7組書かれている。ん？ 1 組で7組書かれている？何かの順番を示しているようだ。わからんな。またなんかありそうだったら見てみるか。これは？ここは何もなしか。よし。あの寝てるやつ起こした方がいいんじゃないの？警察さんはよ。
時刻表が開かれている。この列車の到着時間を確認していたようだ。栄誉の水差しの資料が散らかっている。この部屋でミーティングでもしてみたみたいだな。ここら残ったいい部屋でしてんな。羨ましいよ。てかここ寝れなくね。半分にちぎられた紙がある。これ乗車券か。乗車券。あ、インスタントうどんが転がっている。銭形かな。とっつぁんではこんなとこでも忘れないのね。ん、バツバツ0113、賞味期限切れか。とっつぁんがっかりだろうな。0113、0113、これもしかしてあれか。ちょっと待て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 、やべ、この音に毎回ビビるんだけど。下手なホラーゲームより怖いよ。これで開いたら笑いもんだな。マジかよ。お前シャレオスの方がまだ凝ってたぞ。まだ凝ってたぞ。ちょっと変装しようか。さすがにちょっとめんどくさいな。なんだ。どうも。なんだ。ごめんね。ん、何これ。地球儀。地球儀のそばに2つの巣。あ、これちょっと待って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 、ちょっと待って、今何も動かさないでおこう。これさ、下にさあるのがさっきのやつじゃない。オブジェクト、左動かしたら多分真ん中のやつになるでしょ。だから左、右めっちゃ右ばっか動かすけど、それでやってみようか。左、なんで下だけ回るのかよ。ありなのそれ。右、あとはもう連打だな。ずっと右があれだからね、初期位置だからね。めっちゃ出てるよ。もう取れるんじゃないそれ。なんか出てるけど、何が入ってんのそれ。何それ。もう取れるだろ、手を伸ばせ。あ、取れた。これ何。セキュリティカード、地球儀の、地球儀に保管されていたカード。もうなんもないか。よし、バレてないな。走っても大丈夫なんだ。これなんだ。さあ、何が入ってるのかしら。お、こいつは馴染み深いものが出てきたな。とっつぁんよ、ありがたく使わせてもらうぜ。銭形警部が着ている服に酷似した服。へえ、とっつぁんなれんの。銭形って書いてある。顔が全然違いますけど。ん、ポケットに何か入ってるようだ。警部のメモ、これちゃんと見ようか。アイテム、オブジェクトか。 R プラス G 弓 RGB、 これあれか、色か。天秤 GB 瓶、よくわからん。銭形ですぞ。なんだ。あ、やばい、あれなんだ。やばい、ちょっと待って待って待って、死ね。あ、くそ、普通にバレた。自信を失っちゃうな。よし、オッケー、入って。誰だ。俺だ。もう自信を失ったよ。鍵がかかっている。中に誰かいるようだ。あれ、誰か来たのかな。あの声は確かテレーゼじゃん。よーし。はい、あ、銭形警部。そう見えます。ルパンが動き出しました。似てるな。どこですか。今どこかに隠れましたが、私の作戦もかわされてしまいました。すぐに奴は
栄養の水差しを盗みに来るはずです。でもあの車両のドアはキーカードがない限り絶対開かないはずでは。奴に不可能はありません。もしかしたらもうすでに奴は。そんな。すぐに確認したいのですが。わかりました、行きましょう。あ、いやいや、危険ですから、私がいいと言うまでここで待機していてください。しかし。わかりました。それでは。あ、ゼニガテ警部、キーカード。あ、これどうも。あ、おい。それでは確認してまいります。よろしくお願いします。なんとお人よしな子って。ここは？ここは何もなさそうだね。なんあ、やべ、バレる。チェックポイントか、ここ。チェックポイントなのか。な、誰だ？ほら、よし、終わりだ。これ、サクッとやったら楽だな。電子ロッカー、今までのものとは違う。この部屋のもんは、この部屋にはよっぽど大事なもんがあるらしいな。キーカードを使ってみるか。キーカードを使った。ヒーン。扉のロッカーが解除されたようだ。入ってみようぜ。うやべ、あぶね。普通に目の前にいたな。腕が鳴るぜ。腕が鳴るぜ。呼ばなくてよかった。ん、これ石像がある。どういうことだ。 RGB のやつがなんか関係あるんだよね。なに、天秤？天秤、水がめ、ん？違うか？これなんだ？何持ってんだ？わかんねえ。これ何？アイテム、オブジェクト。弓か。弓、天秤、瓶か。弓、天秤、瓶。黄色。あ、これか。これ赤色？赤色ってこと？わからん。なんだこれ。なんだこれ。どういうことだこれ。これなんか適当にやってみる。これが気になるんだけど。セキュリティカード使ってみよう。使わないとわかんないのかな。装置が起動した。なんかムーディーな部屋になったけど。ん？ん？扉がロックされてる。こっからが本番だな。赤色になったけど、赤色？ん？どういうことだこれ。あら、今緑だ。あ、これ黄色？黄色になったけど、あ、これが黄色ってことか。あ、はいはいはい。わかった、全部あれなんだ。つくようにやればいいんだ。今、弓がついたから、弓ってなんだっけ？弓が RG か。RGB 全部つけて、GB だから、R を切ればいいんだな、最後に。3つのレバーがある。青。これで、あ、残るんだ、これ。あ、じゃあ合ってるじゃん、合ってるじゃん。それで、赤を切る。よし。え？何？レーザー光線かな？笑ってる場合じゃなくてさ、どうすればいいんだ。あ、取れる？どういうこと？これ、これか？ちょっと待って。
触れたりしないの？あ、いけるじゃん。どうやって引っ張ってんのかわかんないけど、こういうことか。はいはい、これ引っ張るしかできないんだ。ちょっと待って、持ち方が難しすぎるんだけど、これ横からとかいけないの？あ、いけるいける、いけそう。よしよし、引っ張って引っ張って。当たり判定が難しすぎるんだけど、ちょっと待って、持って、これで重なったでしょ。で、これが天秤か。天秤は普通に押して。当たり判定がめちゃくちゃ難しいんだけど、このゲーム。何なんだ。ちょっと待って、これハマってねえ。ハマってねえ。ハマったハマった。ちょっとずれるんだよな。これか。これを。当たり判定が、当たり判定が難しい。引っ張って引っ張って。大層な仕掛けだよな、これ。警察何人がかりでやったんだ、これ。よし。どこを持って引っ張ってんのかな、それな。わかんないね。よし。持って、ちゃんと。押して。よし、オッケー。ラッキー。これは、いただいていくぜ。栄誉の水差し。テレーゼがテオドールに、寄与した、古美術品。太陽だな。寄与って。こんにちは、栄誉の水差しちゃん。てめえ、もう逃がさんぞ。あら、とっちゃん遅かったのね。もう栄誉の水差しはいただいちゃったからね。何寝言を言っとるか。もうお前は袋のネズミだ。おとなしくお縄に使い。おとなしくねえからな。俺は。とっつぁん大丈夫か。とっつぁんっていうかルパンも大丈夫かよ。死ぬぞ。でもあれだもんな。歯に仕込んだプラスチック爆弾落ちて爆発しても大丈夫だったもんな。退屈してっとこさ。それでブツは手に入れた。今からそっち行く。とっつぁん大丈夫か。それがすごく心配になるな。いや、さすがにそれは無理じゃないか。いけるんだな。もう乗れるパン。なかなかいい作戦だったぜ、トッツァ。あー、いや、あの列車を止めろ。無理です、ここからは制御できません。くー、ルパン。あーばよー。銭形警部、水差しは？面目ない。さすがルパン。大丈夫、心配ありません。え、偽物だったとかそういうこと？ルパン。普通に1話終わったな。よし、お次はランドルフ2世のお宝だ。全速前進。了解。チュートリアルに1時間以上かけたの？はい。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回続くんだよね、多分。続きからやっていきましょう。